おや今日のひろきさん、今日はなんか緑色のなんかジュースを持ってそれ、なんか青汁なんじゃないですかと思いのあなたねまさか今から飲むんじゃないですかと思いのあなた正解でございます正解です正解でしたはい、こんにちはひろきです。えー、今ですねちょっと青汁を えーっと持ってるで、まあ、いつもねあの今ちょっと7時くらいなんですけどあの朝の7時くらいなんですけど、まあ、毎朝ですねあの青汁を飲んでまして、えー、スロージューサーでですね、まあ、ケールっていう、えー、っとなんかまあ植物があるんですけども 野菜ですね野菜があるんですけどもまあ、それをちょっとスロージューサーでねこう混ぜてというかこう作ってこうね青汁を作って、えー、飲んでるということなんですけど、まあ、これ飲んでねすごい健康的になれるということでもう本当に体の調子いいわけですね、えー、なので毎朝ねまずいなと思いながらこれ飲んでるわけですけどもあのー、ちょっとねこれちょっとまた嫌だなと思いながらちょっと飲むところからちょっとちょうどね今そのタイミングだったんで撮影してるというところです 一気飲みちょっとしていいいいいきたいなとととうことを思いますはいえー、ちょっとそうですねちょっとこれね毎回ねちょっと気合が必要なんですよねちょっとなんていうのちょっとやっぱり「わあこれは!」っていう感じでストレスがかかるようなねあのー、ちょっとびっくりするくらいまずい味をしてるのでまあ ちょっと早くひろきさん飲めよって思われてる方いると思いますのでちょっと一気でえ飲ませていただきたいと思います。まあちょっとこんなね緑色のはい、えっとこれ抹茶じゃないですからねあの青汁ですから僕はあんまりお茶とかあんまりそんなに飲まない人なのではい、えっと飲みたいと思います。じゃあちょっといい一気いけるかなちょっと飲ませていただきたいと思います。あ、ちょっとちょちょ一気はちょっと厳しかったですね。ちょっとなんか あの下の方に混ざってるのでちょっとねこうクルクルさせながらうんこれはやばいっすねこれなんかすごい下の方に溜まってるうーっていう感じでねうんあこれやばいっすねこれはやばいこれはちゃんとこれはやばいっすねこれはちょっと後で水に薄めて飲まないといけないっていうくらい厳しいかなっていう感じなんですけど あこれはきついわ。ちょっとこれね、ドロドロしてるこの感じ。うん。ちょっと、ね、これはちょっと後で水に混ぜてもうちょっと飲みたいと思います。はい。はい。ごめんなさい。一気飲みするって言ったんですけど、一、え、気、ー、飲みできなかったです。まあこんなところにちょっとね。 あのー、なんていうのちょっとこんくらいはちょっと許していただきたい、まあ、これちょっと後で全部飲み切りますのであのすごいこれまずいですねこれはいやこれはまずいいやあのー、ちょっとねお茶っ葉がこう溜まってるみたいな感じになってねあのー、なんていうのまあ本当にもう厳しい感じになってるわけですよだからちょっと後で水に薄めてねあの,ー、の飲もうと思いますはいえー、っとねまあそんな感じでちょっと青汁すごいおすすめです本当になんていうの体のうーとねこう あの底力がこうつくというか何うんんていうのもう本当にね健康になれるのでこれもうスロージューサー絶対買った方がいいかなっていうこともいましてもうこれ。 もうひ、あの、マストですので、もう、絶対これやったほうがいいですんで、あの、しないといけないレベルのね、あの、本当に健康法で、まあ、これやってからね、もう本当に体の調子いいわけですね。うん、もう、なんていうの、もう、言うならば、えっとね、35歳が20、25歳くらいになれる、もう、若返れるので、もう、ぜひね、あの、スロージューサーで、こう、毎朝、にんまあ、最初に人んじんジュースとかでもいいと思うんですけど、にんじんジュースとか、うん、あの、りんごとか買ったりしてね、まあ、ケールだけだと、ちょっと、 っと青汁って飲みづらいでですのでなんかこうそういうりんごとかと混ぜてね食べるとあ飲むといいと思います。はい、えー、でねまあそんなことをお伝えしたいわけではなかったんですけどちょっと話長くなっちゃったんですけど今日はですね何について、えー、お伝えするかと言いますとですねネット MLM で成功するためにはということで。うん ちょっと今日そういう話にしますかちょっと健康やっぱり大事だなと思いましてですねな健康ができないと健康な状態じゃないとね例えば何かイライラしてたりとかしたらね全然仕事が手につかないじゃないですか、えー、なので本当にね健康が重要もう本当に頭の中すっきりしてたりとかねあのー、すごいリラックスしてたりとかねあのー、気分的にすごいあ今日仕事やりたいなっていう風に思える状態を作るっていうことがねやっぱり成功への、えー、鍵になるかなということを思いますので僕のやってる いうこととをちょっと改めてネット、ML、m ブンでの,っての成功するための方法としてですねうーんとちょっと今緑のなんか口につけてるような感じになってるなってますたかねうんっていう感じなんですけどまあえっ、ー、とね うーんと何あるかなってちょっと僕の知る限りの,あの健康の話えと体をいい状態を保ってる方がねやっぱり仕事が今日も清々しく仕事やろうかなっていう感じになれるじゃないですかということでまあどういうことを心がけてるかっていう話をちょっとしたいなっていうことだけでちょっと今5分くらい経ってるんですけど早く話すよっておめえね早く話すよってことなんですけどえっとねあのあれですよねまあ散歩するようにしてますね僕あの 結構ね最近気づいたことなんですけどマッサージとかよりも人のこう体をね疲れを取ってくれるものとしてねやっぱりこう自然と触れ合う,、ね、こう川の皮とこう戯れたりとか何 <laughs> ですか、まあ、森の中、まあ、木,木 あの木がねたくさんの木が生えてるところとか散歩したりとか、まあ、すごいリラックス効果があってね、まあ、すごい疲れをこう取ってくれるで散歩っていうのがねこう肩こりとか、ね、全てのこう病気をお、まあそのね、あの予防してくれるとかっていうこと言われてるわけですね、まあ、歩く、まあ、で歩くだけじゃダメでですね、まあ、背筋もこう伸ばしながら歩いてたりとか、まあ、歩き瞑想みたいな瞑想ってすごいあれなんですよ集中力高めることができてね、あのー、いいわけですよね、うん、なので、まあ、そういうところですね まあ、まあ健康まあその青汁まあ食べるものもそうですけどラーメンとかねあんまりできるだけ食べない方がいいわけですねラーメン、えー、とかポテトチップスとかああいう系ですよハンバーグあのビックリドンキーとかのねハンバーグとかあのマクドナルドとかねあの持ってのほかですね、うん、とかなんですかまあありますよねああいう,うまあ なんていうのジャンクフード全般的にああいうお菓子系ですよねあの山、ま、山崎パンとかねまあちょっと言っちゃってますけどあのー、そうですねまああいうのはもう本当にダメということでまあ僕はですねじゃあ何食べればいいんだっていう感じなんですけどこのアーモンドとかですよねアーモンドこれネットで買ってるわけですけども、うん、とかねあの癒しの納豆っていう最近ちょっとあの美味しい納豆を見つけちゃってねまあこれちょっと見つけたら あれですよね市販の納豆が食べれなくなっちゃうっていう感じでね思ってるわけですけどとかねあとなんだろうなあとねうーんとまあ前々にも言わせていただいてたんですけどまあそうですねあのー、腸内環境を良くした方がいいわけですねあの腸,腸がなんかもう何て言うのこうそのまま頭と直結してるらしくてですね頭の働き良くするんだったら腸内環境を良くすれということが言われてるらしいんですねまあ言われてる んですよなのであの腸内環境を良くするためにですね、まあ、食物繊維のたくさん入ってる僕はアマニっていうなんか豆みたいなごまみたいな感じの,あの豆というかごまみたいな感じのやつをね、まあ、ごま、まあ、みたいというかごまうーんまあまあごまみたいなもんなんですけど、まあ、茶色いごまみたいな感じの、ね、やつをこう,こう食べて、ね、とかねあとは。 えーとあれ大箱ってやつですかね、あのー、なんだっけサイリウムっていうやつ、まあ,あれ結構高いんですけど、まあ、3000か4000くらいしてね、まあ粉のやつで、まあそれをちょっと入れて飲んでるという感じでですね。うんでまあできるだけあんまり食べない方がいいらしいんですね、人間の体っていうのはね、もともと朝食っていうのはもともと食べてなかったらしいんですよ、あの人間っていうのはですね。で あのえー、とアメリカでこうブ,レイクブレイクファストって言うじゃないですかあの朝食のことをブレイクファストって言うんですけど、まあ、あのこう断食することをです、ね、英語でファストって言うんですよで断食をするのが当たり前だったんですけどブレイクって壊すって意味じゃないですかねだからブレイクファストっていうのは断食を壊すからあの朝食っていうのは断食をするいやもともと食べてなかったらしいんですよね朝食は ねあの食べてないのが当たり前だったんだけどブレイクファストっていうのはまあ断食をしてるのを壊すっていう壊しちゃうんですよね朝食を取ることでそもともと断食とかってのは体にいい,いい行為なのにそれを壊しちゃうだからわざわざねこう朝食とかも食べない方がいいっていうことも、まあ、言われてるんですねままあ、うんまあ僕はなんかそっちの説の方が正しいんじゃないかなということを思ってね、まあ、一日一食説っていうことを、まあ、書いてるなんか本とかも読んでねんと人間こう 食べ物を売りたいから一日3食を食べなさいっていうのはあれは食べ物を食べないといけないっていう洗脳をすることでまあそのね食べ物を売るためにねあのみんなこうだから結構下半身が太ってたりとかね結構するじゃないですか。まあ そうね、病院がこう睡眠薬を売るためになんか睡眠薬を飲んで飲ませることで、まあね、あの抗がん剤とかもそうですけども、まあ、儲けを考えるから結構売る,売ることを考えてるわけですねだからあの食品会社とかも同じですねあの全部こう売らないと儲けが出ないのでだからこう3食食べなさいみたいなあの感じのことを言ってるところが多いんじゃないかなということも思いましてですねだから人間の体としては1日1食の方がいいということでね、えー、なのでまあ,あの本当にできるだけね 食べない方が基本的にあの腸,腸が汚れていってしまいますので食べれば食べるほどですねうんあのなんていうのこうラーメンとかねもうなんだろういろんな,なので汚れていっちゃうわけですそしたらこうねああんか今日動きたくな,ないなみたいな,みたいな感じになってこう仕事もこう手につかなくなるああ今日はちょっと寝てたいなみたいな,みたいな感じになるじゃないですかなんかこうだるいなとかっていうのはあのっていう消化ができてない、ね、消化っていうのが一番こうエネルギーを使うっていうことでですね、うん、だからこうあまり食べ たらねあのー、動けなくななくっちゃゃうじゃないですか普通に牛になるとかってね感じの表現するしたりとかするんで、まあ、できるだけ食べないであのー、食べるとしてもこうなんていうのできるだけみずみずしいものというかねあのー えと僕の考えですけどもえっ、ー、と何ていうのこう血の流れというかねまあんまりこう腸にたまるようなああいうのを食べたらダメですよあだからあのハンバーガーとかあのポテトとかねあれはもう本当にゴミみたいなものを食べてるみたいなコンビニ弁当とかもダメですよだからえっ、ー、とねもうああいうのって本当に食べ物じゃないものを体に入れてるような感じになってるということでですねうんだからじゃあ何食べればいいのって、まあ、こういう青汁とかあいう納豆とかねあのしかもネットで買ったようなこう,う やつが僕の中ですごいアマニとかまあその食物繊維がたくさん入ってるものとかねアーモンドとか最近何食べてるかな僕うんまあまあ普通にこう肉とかは結構好きだから食べちゃうんですけどまあ、でもなんかあんまりできるだけねあのー、そういう何て言うのあんまりこう粗食というか何て言うのこう。 あんまりこうなんていうのあのたんぱく質炭水化物とかあんまり取らない方がいいっていう感じでえと非電豆とかですねあのお腹が空いた時は秘伝豆とかでできるだけ炭水化物を取っちゃうとインスリンっていうものがね分子あの物質そういう物質がこうえっとね分泌されてねてインスリンがこう分泌されるとすごい眠くなるわけですね。あれがなんかこう ご飯食べた後って眠くなるじゃないですか。あれがあの正体、まあ、そのインスリンっていうもの別しされる。 あの分泌されててしまってですね眠くなって今日何にもしたくないとかってダラダラしちゃってね今日一日が終わっちゃうみたいな感じになるともったいないじゃないですか仕事が生産性が上がらないという感じでねなってしまいますのでうんまあそんな感じですかね散歩をしたりとかあと水ですよね水2リットル飲むようにするっていう感じでねまあまあ僕はなんかそんなに飲まなくてもいいんじゃないかなみたいな感じで思っててねまあ1リットルはでも飲むようにしてるっていう感じでですねまあその水は もねあの浄水器とかの水でねまあ結構飲むようにしてるわけですけども、うん、まあ、そうですね水ですね水あの人間の体の7割は水でできてるとかって言われてますので、うん、なので水がまあそうですねあのー、こう、まあ、血液の循環を良くするっていうことでまあ結局その あれですよね、まあ血液まあその酸素も水まあそのあれですよねヘモグロビンっていうところの中の赤血球がですね、まあ、酸素を運んでるということで、まあ、それドロドロしてる血液がねドロドロしてるとその赤血球、まあ、酸素の働きも悪くなってしまいますのでなので水をねこう飲んでた方がそうあの血液の循環も良くなってじゃあ酸素もね運ばれるわけです頭に酸素がいかなくなっちゃうと頭の働きも悪くなっちゃうのでなので、まあ、血の循環を良くする方が あれですよね。この あのおしっこ,おしっこ、まあ、結局はその水分をねどこから吸収するかって言ったら、まあ、どこかからしか吸収できないじゃないですか、まあ、取ってなかったら結局そ,のそういう、ね、あの排泄物のおしっこの中とかからねどうしてもこう水分をあの補わないといけないってことで、まあ、そういううんちとかこうおしっこの中から水分を、ね、吸収しちゃう、えー、ということで、あのー、なので悪い悪い水分を吸収しちゃうわけですね水分を取ってないと。 取ってないとなんか悪いとと悪ころから水分どうしても人間の体のねこういう血液を循環させないといけないから水をねあの必要となるのにまあコーヒーとかね飲んでたら。 あと水がこうひ、ねあのー、奪われるらしいんですねコーヒーっていうのは逆にこう水分を使ってしまうということでってなると水分どっからこう人間体吸収するかっつったらうんちとかおしっこからこう頑張って人間の体が吸収しちゃうんらしいんですねってなると、あのー、すごい悪い老廃物とか、あのー、体によくないものがこうちん、あのー、こう循環しちゃうそういうものがこう吸収されていっちゃうんでだから水をこう飲まないとね違うところからそういう。 おなっちゃうんでだからこういう新しい水どんどん取り入れないとねあと、まあ、頭の活発も悪くなるし違う,こう汚いこう水分を、ね、こう吸収しちゃうっていうことになるのでだから水分を取った方がいいっていうことが言われているということでなので、まあ、そうですね、まあ、水分を取るようにしたりとか、まあ、そんな感じですかねあとは歩くようにして、まあ、1日僕は8,000歩くらい歩くようにしてるんですけど、まあ、もちろんね歩けない日もあるんですけどできるだけこう目標 としてあの万歩計、まあ、歩数計っていうものをこのスマホにねあのアプリでダウンロードしてね、まあ、それでこうできるだけ8,000歩くらい歩くようにしてるわけですね。 うんまあ、そうですね。だからね、あのー、そういう感じですかね。まあ、それでこう、成功できる。まあ、結局ね、こう、頭の働きが悪くなると、こうやって動画とかも撮れなくなりますからね。えなので、まあ、そういうことを意識してみていただけたら、あのー、成功もできるんじゃないかなって、まあ、成功もしやすくなる。ね、あのー、ちょっと今日やり、やりたくないなっていうのに負荷かかるじゃないですか。よりも、あ、今日やりたいなって思えるような。あ、だから、朝とかね、20分くらい歩いた方がいいらしいんですよね。あのー、20分くらい歩,歩いたりとか、なんでもいいんです。あのー 体を動かしたらなんかすごいリフレッシュされてねあなんか体育の後ってなんかスッキリするじゃないですかあの学生時代とか体育の後ってなんか運動したなみたいな感じだったらなんかちょっと体がねうんとなんかこういい気分になってたりとかってするじゃないですか体育の後とかね。うんっていう感じでまあ20分くらいこうちょっと体を動かしたらすごいモチベーションとかも湧く。なんか あのー、だから逆に言うと何も体を動かさないとねあのやる気をあのー、なくすなくされるような薬を飲まされてるような感じでですね朝にこう何も運動しなかったらですね「ああ今日何もやる気でねえわ」みたいな感じで一日がスタートするかでそれともちょっとステッパーとかねうーんと歩いそこら辺歩いてくるとかまあ、ちょっとした体を動かすと「ああちょっと。 やる気になったわみたいな感じでやる気があの出るねあの成分とかが出ると思うんですけどまあちょっとあんまりそういう成分が出てるかどうかとか詳しいことよく分かってないですけど、まあ、そんな感じですねあとはねあの夜ちゃんと寝れるように朝にこうトリプトファンっていうアミノ酸の一種をね取った方がいいらしいんですよということでそのトリプトファンっていうのが何に入ってるかっていうとねあのバナナとか納豆とかに入ってるらしくて、まあ、それ寝るその14時間前くらいにねあのそのトリプトファンっていう物質をこう取ってた方が、まあ、その14時間後くらいに ちゃんと眠くなってくれるって言うことでね。まあ、なんか早寝早起きのがやっぱりいいらしいんですよね。まあ、あの人間の体にね。あの負荷負担がかからないのが、やっぱり昼間に起きてる方がいいということが言われてるのでなので。 あ,れです、ね、あの,そのトリプトファンっていうのは14時間くらい前にねあの食べるというか僕はだからバナナとかね納豆とかも食べるようにしてまあっていうのもあの自然食品のバナナとかねあのオーガニック食品みたいな感じのところで買ってるんですけどもまあっていう感じで、えー、やってみていただけたらいいんじゃないかなということをいまして。 はいできるだけなんか食べない、なんか迷ったら食べない、なんかた、あの迷ったら食べないっていうね、あのー、なんか、なんつうの、なんかあるじゃないですか、なんか下手に食べるくらいだったら食べない方がいいみたいな、あの乳製品とかもなんか体に毒みたいな感じのこと言われてるじゃないですか、なんか最近、あのー、えー、牛乳とかね、チーズとか、ああいうのも食べたらダメらしいんですよ。なんかミスター x さんっていう人の教材の中でね、まあ、30万くらいで買わせていただいた教材の中で、まあそういうの食べたらダメで、逆にじゃあ何食べればいいかって言ったら、アーモンドとか、あとなんと だけ水,水2リットルとあとはだからアマニとかね、えー、とそういうサイリウムっていう、まあ、大箱オの一種らしいんですけど、まあ、そういうもので腸内環境を良くするっていうこと、まあ、これは30万円の、ね、情報教材の中で言ってた話なので、まあ、そういうこととか、まあ、散歩するようにしたりとかですかね。 あとは豆豆ですよねあの秘伝豆っていう豆とかねお腹かすいたときには食べたりしてできるだけあの炭水化物は取らないようにして眠くならないようにしながらうんまあそうですねであとはこうおとあと何ですかあの普通にこう運動運動したりとかまああとはちょっと筋トレとかねあのするとまあすごいテス,テ,スうんとテストステロンっていう物質がこう分泌されてすごいやる気とかねあのなんていうのこうまあ男性的なこうホルモン の一種らしいんですけど、まあ、それがこう分泌されてということで、まあ、だからできるだけ男の人は少し、ね、筋トレとかもした方がこうやる気とかも出るかなということを思いまして、まあ、そんなちょっと話する予定ではなかったんですけど、まあ、そんな感じですかね、うんまあ、スロージューサーは本当におすすめですねスロージューサーはちょっと本当にマストマストというかもう絶対ねこれ多分普通の家庭にスロージューサーとかってあんまりないと思うんですけどスロージューサーあった方がいいですからねスロージューサーを飲んで あ飲んでっていうか使ってまあそういうとかね本当にもう絶対朝とか飲んだらもう健康的になれますのでなんか頭の中 なんかラーメン食べた後とかってぐったりするじゃないですかあれが絶対ねもう生産性上がらないというか良くないと思いますのでやってみていただけたらなということになりますまあだから僕もねあのちょっとこう青汁とか毎日飲んでということでですね、まあ、一緒にやっていけたらなということを思いますはいではちょっとあのガタガタ言ってますけどあのちょっと今日も一緒に頑張っていけたらなということを思います、はいえー、で今日の話はですね以上にさせていただきましてですねで僕はですねあのスマホ1台だけであの本当に完全自動で お金が増える月にですねあの1万円くらいから月200万円くらいまでだったら稼げる方法もっと稼ぐことができるうー、まあ、工夫とかも全然できますので、まあ、そのくらいで、ね、完全自動でお金が増やす方法に興味ある人はね僕に連絡いただけたらと思うんですけどでこの方法はですね知識とか経験とか能力とかスキルとか全くいらない方法でですねもう本当にあの最初の手続きとかするだけでですねあのお金が稼げる方法っていうことですのでまあそうですね もうぜひあの連絡いただけたら嬉しいなということもいます。あの、普通にこう、僕とそれ以外でも。 あの友達になっていただける方とか情報交換していただける方あのとか、まあ、本当にあのウェルカムですのであのぜひ、えー、連絡いただけたら嬉しいなということになります。でさっきの方法ですけど今のね伝えた方法ですけど、まあ、本当にあなたの境遇とか問わないでできますのであのちょっと言っときますけど、えー、と例えば赤ちゃんを、ね、あの育てるていう真っ最中のね主婦の人とかねあの奥さんとか、ま、ずうんとこう副業が禁止されてる公務員の方とかでもできたりとかとニートの方とかねあとは、えー 病気で働けない障害者年金とかでこう暮らしてる人とかでもできる方法ですしあとは、えー、とあと何やりますかうんと普通にこう本業として何かやってる人で副業として何かやりたいっていう人でも大丈夫ですしニートで、まあ、それだけで生計を立てたいっていう人でも大丈夫ですので、まあ、やっていただけたらなということまあそうですね興味ある人は是非連絡いただけたらなということもいますはいではありがとうございます最後までここまで動画聴いていただいた方本当にありがとうございました またあの動画撮るときは楽しみに見に来ていただけたら嬉しいなということを思います。ではありがとうございます。またよろしくお願いします。